今日はすごい趣味で昆虫採集に山にやってきましたけど、まあ、川の源流があるっぽいんでね、ちょっとその辺を見て回ろうかなと思って入ってきたんですけれども、まあ杉林ですね。なんかいるかな、探してみましょうかね。まあ針葉樹林の川なのでね、どんなのがいるかわかんないですけど、まあ、ちょっと探してみましょうかね。今川の中すくってみたらね、まあ、サワガニとかいるんですけど、見てください。これ何かわかりますか。これ動いてますよね。ハリガネムシです。ハリガネムシがいましたね。これあれだな、カマキリムシの、ね、中に入ってて、カマキリムシの腹を突き破って出てくるんですけど、でね、川の中にいるわけですよね。気持ち悪いね。触った感じでほんとすごいね、硬いんですけど、こんだけ動いてるってのはちょっとすごいな。長っ。これがカマキリムシの体の中に入ってるって思うとすごいっすね。じゃあ逃がしましょう。ほい、カエルがいましたね。何ガエルかな、これタゴガエル、ヤマアカかな。タゴっぽいですね。タゴガエルか。山だね。山にしかいません、こいつ。その辺にはいませんのでね。かっこいいね、キリッとした顔しとるわ。じゃあさようなら。まあなんか典型的な川の虫はいるんだけど、そんな珍しいのはいないですね。まあ一回切り開いてるからね、やっぱり砂が多いですね。砂が多くてなかなか虫がいません。ちょっと気になるのがね、ちょっと結構ゴミが落ちてんだよね。人が結構立ち入ってるのかな。でもなんかね、まあでも古そうだな。古い感じのゴミが落ちてますね。これなんかもう裏にギザギザないからね、古い瓶でしょうねこれね。ちょいちょい人が来てこの辺ゴミ捨ててってますね。カンカンなんかこれ古いね。口がこんな形してるからね、古い缶が落ちてますわ。今ね、こんな道の横に流れてるちっちゃい流れみたいなところの流木を拾ったらね、ここにちっちゃい虫ついてます。ハバビロドロムシっていう虫がついてましたね。ちっちゃい缶わかりますかね。これ源流にいる虫ですね。めちゃくちゃ可愛いです。今ね、腐ったキノコがあって、ちょっとこれ崩してたら中にねいますね。キラキラ光るものが見えるかな。こいつ見えますかね。こいつですよ。どん、死んだふりしてますけどね。センチコガネかな、大センチかな。センチっぽいな。これ大センチだったら、あの動物の森で出てくるんだけど、センチコガネなんでね、微妙に出てこないやつですね。死んだふりしてる。はい、川に来ました。ちょっとオニヤンマの幼虫をねここで狙おうかなと思って、まあここならいるでしょうっていう感じのところですね。取れるんでしょうか。早速いたかな。こいつはね、ヒメゲンゴロウですね。こいつは高早だな。この辺動いてたんだけど、これ違いますか。これ、あ、オニヤンマじゃないですか。オニヤンマのヤゴです。取れました。幼虫だけどね、一応オニヤンマ取れましたね。できれば成虫を取りたいんですけど、今シーズン無理そうなんでね、とりあえず幼虫を取りました。成虫はまあ来年取れたら取りたいなっていうところですね。よし。
今ね一生懸命産卵してた高根トンボかな、花びろエゾトンボか分からんけど、羽びろエゾトンボかな、捕まえましたね。申し訳ない、産卵中にね。めちゃ綺麗ですよ、まあ、ハエ、金バエみたいなね、言っちゃ悪いけど金バエみたいな色してます。綺麗ですよね。知ってましたか、こんなトンボがいるってことね。そういうね、薄暗いね、こういう水たまりとかに住んでるんですよね、川とか。じゃあ逃がしましょうね。バイバーイ。